今回は法歴、天明期の文化後半です。儒学教育と学校、文学と芸能、そして絵画を見ていきましょう。まず、儒学教育と学校です。江戸時代も後期になると、江戸だけではなく、全国、庶民層にも教育が広がっていきます。藩士の教育機関として藩校が設立されたり、 下級藩士、庶民の教育機関として合学も立てられます。藩校では、水戸の高道館、一番テストに出ますかね。他にも、萩の明林館、鹿児島の蔵司館、会津の日清館、米沢の工場館などが有名です。場所もね、しっかり押さえておきたいところですね。そして合学です。これに関しては、押さえておくべきは、 岡山藩の静谷学校池田光政が設立しました65回目の動画で出てきていますねまだ確認しておいてください次に私塾を見ておきましょう大阪の海徳堂この海徳堂は大阪の商人がお金を出し合って建てた学校です跡地は日本生命ビルになっているんですけれども ここにあった書物などは現在大阪大学に保管されています。OB の山形版と前回出てきましたね。そして、広瀬丹総設立の寛義園は、文庫日田、今の大分県ですね。萩の昇華村塾は有名ですね。伊藤博文や高杉晋作、木戸孝義らを輩出しているんですけれども、実は、 私の母校、私の高校の創設者もですね、この松華村塾で学んで、倒幕運動を展開した一人だそうです。もう一つ、長崎の鳴滝塾、シーボルトという人物はこの後にも出てきます。庶民教育施設といえば、寺子屋ですね、子どもたちにですね、読み、書き、そろばんなどを教授していました。 子供たちもそれぞれが思い思いに勉強に勤しんでいたんです。もしかしたら、この寺小屋のような教育がね、今の日本の教育には必要なのかもしれません。文学と芸能です。皆さんは本って読みますか最近はスマホでも本や漫画を読むことができますから、いつでもどこでも読書って可能ですよね。この時代もですね、 文学が庶民層にも広がっていくんだけれども本っていうのはすごく高価なものでなかなか手に入れるのは難しかったんですよしかしですね印刷技術が進んで一冊あたりのコストが下がりますし貸本屋といって今でいう図書館みたいなものが出てきますから安価で本が手に入るようになったんですこの時代の本屋で有名なのが高書堂 っていう本屋なんですけれどもこの高所堂を経営したのがツタヤ・ジューザブロという人物ですここに書いてますので教科書でしっかりと確認しておいてくださいツタヤなんか聞いたことありますよね CD や DVD をレンタルするとき本を買うときツタヤって言ったことありますよねこのツタヤ・ジューザブローのツタヤから来てるそうです では、どんな小説が流行ったかっていうと、シャレボンや奇病子というジャンルです。シャレボンは江戸の有利を描く短編小説で、三島教伝の仕掛け文庫、これはしっかりと押さえておきましょう。まあ、内容はですね、あまりよろしくない女遊びを描いたものだったので、幕府によって処罰されます。奇病子は、 風刺の効いた大人向けの英利小説です代表作は小井川春町の金金先生映画の夢まあ大人向けの英利小説だいたいどんな内容かわかりますよねこれも幕府によって処罰されますまた歓声の改革のところでやりましょうでは次です滑稽や風刺を取り入れた徘徊 徘徊なんだけどちょっと笑えるというか皮肉の効いたもの今でもありますよねサラリーマンあるある的なそう川柳ですこの川柳というのは人の名前なんですね辛い川柳っていう人の代表作「廃風柳だる」しっかりと覚えておきましょうそして浄瑠璃ですけれども脚本家として有名な人物に 近松門左衛門っていう人がいましたねこの宝暦天明記には武田出雲が出てきます阿光老子の事件を題材とした奏本忠臣蔵が有名です次は絵画ですこの時代の絵画といえば浮世絵ですけれども菱川室信によって創始された浮世絵は 鈴木春信によって多色釣りの錦絵として完成しました。この鈴木春信の作品として有名なのが、断ン,ン美人、琴を弾く女性を描いたものです。そして、この二人が有名ですね。まず、北川歌丸は美人画を得意として、これは見たことありますかね。ポッピンを吹く女です。もう一人は、東州祭写楽。 写楽は役者絵や相撲絵を得意としていて大久保絵の手法で描きました左が八戸江戸兵衛右が市川恵老蔵ですねこの時代は浮世絵だけではなくて他にもいろいろありますので見ておきましょうまず文人が中国の影響を受けた画風で池の大河と与謝武村の合作 これは十弁十義図と言われる絵ですそして西洋画ですけれども蘭学の発展に伴って西洋画、油絵も流行しますこの西洋美人、誰が描いたかというと平賀玄内ですそして写生画丸山王居の雪松図屏風丸山派の創始者で遠近法を強調しているのが特徴です 絵画は他にもたくさんありますので図録などで必ず確認しておいてください。2回にわたって法暦天明期の文化を見てきました。もう一つ夏政文化もありますから元禄期、宝暦期、天明期、そして文化文政期としっかりと時代区分しておくことが大切です。今回はここまでです。